どうもこんにちは。未来最高、はい、ということで今回も引き続いてチェンソーマンの第11話を見ていきたいと思います。前回は師匠岸辺さんの修行によってデンジとパワーちゃんがレベルアップしていましたね。まあ修行というかほぼ殺人なんですけどね。そして同じくアキくんもレベルアップのために新しい悪魔と契約することになっていたのですが、まあこれからどうなっていくんでしょうかね。早速見ていきたいと思います。未来の悪魔最高。あー危ない危ない、私の中の未来の悪魔が飛び出してきちゃったわ。はい、ということで見ていきましょう。チェンソーマン第11話です。ゴー。ほんの見ていきますね。3、2、1、やっ。第11話作戦開始。前回の振り返りというか前回のシーンと同じところですね。公安の地下に幽閉されている悪魔に会いに行くという。二人契約してんのか。一人は寿命半分、もう一人は両目と嗅覚。お契約してる。気に入られれば安く済むね。なんじゃこのホラーみたいな展開は。なんかサイレントみたい。こんな感じやっていいや。未来最高。こんな感じやっていいや。音初めて聞いた。音というか声か。未来最高。未来最高。未来最高。努力。未来。A beautiful star。 はい、ということで始まりました。チェンソーマンの第11話ですけれども。未来の悪魔が出てきましたね。はい。はい、なんか今までの悪魔ってさ、イーヒヤーヒャーウフラーみたいな感じだったけど、今回はヒハーって感じですね。変わらん。悪魔変わらん全員。あ、多分おかしい奴らばっかりや、悪魔は。はい、ということであんまりね、私はあの原作を読んでるのでネタバレをしないようにしていこうとは思うんですけれども、はい、何やらなんか私も未来の悪魔がおんのかな。未来の悪魔がもしかしたら私の中にいるかもしれないので、ちょっと未来のことをな、ふわーって喋っちゃうかもしれん。やばい。もしネタバレのような発言をしてるんやったら、ナマさんそれネタバレやでって言ってくれたら、今度から自重しますんで、はい。あ、難しいな、ネタバレ深夜用に喋るって。でもね、なんかね、私原作見たのが、1年前ぐらいなんで、ちょっと記憶がね、薄れてるっていうこともあるんですよね。なので、あれこの場面こうやったっけっていうシーンもちょくちょく出てくるんですよね。まあまあ、楽しみに見ていきます。いいぞ、これ。いいぞ、いいぞ。超冷静やん、アキくん。このテンションに対してこれ。なんか最悪な態度だぞ、お前。あー、いいな、この声、このノリもいいね。頭を突っ込む、この中にズボッと。なんかシュールやんな。踊るんや、入りながら。えめっちゃ笑ってる。なんや。右目にスマを据える。お前の力になってやる。安くない？右目にスマだけでいいの？右目取るんじゃなくて？目こわ。目んぎらん。どういう死に方をするか聞きたいか？アキくんね、
この決意ね、アキくんのこの決意よ、もう殺意に満ち溢れてる、復讐心でいっぱいなの、アキくんの心の中は。うん、あ、いい声、あ、まーでいい声100点満点。お、週一、毎日の指導が週一に変わった、へー、明日に実践、実践が始まる？復習の始まりですぜ。お披露目式ですって。その作戦で失敗したら4巻は終わり。わお、やばいね。最後、明日の殺し合いにかかってるってことですね。うん。ポジティブかよ、デンジ君。もう脳内マキマさんのことしか頭になんねんな。マキマさんとランデブーしたいから悪魔を殺すし、戦うし。いい旅館やん。わ、上司してんな。ちゃんといい上司してる。これからも部下をよろしくお願いします。うん、岸辺さん、岸辺さん、デンジとパワちゃんのこと好きになってきたんか。分かっていて見逃したのは牧間さん。人間様の味方でいるうちは見逃してやるよ、うちはな。この不穏な BGM、 嘘つき、うわー、このニコ、うわー、マキマさん、マジでこの女、この女この女っちゃ、この女、もう私はこの女しか言えねえ当てたもみあげ、サムライソード、あ、渡り、蛇、クソデンジ、若デンジ君のことクソデンジって言ってんねん。噛まれない？蛇に噛まれる？秘密兵器、ゾンビ軍団、これ第1話のゾンビですよね。ゾンビ VS デンジたちの戦いが始まるって感じですかね。質問、何の質問、本気で殺せるって思ってます？銃の悪魔、確かにな、確かにな、そう言われたら何も言えねえやな。まあ、10億人、10万人殺した銃の悪魔を倒すのは難しいよね。ここの矢印好き。
痛くてサバイバ立つわ。ほら立ってるやろ。立てへんわ。うあう。かっこいいこと言うな、あきくん。冷静なあきくんが冷静じゃない。自分のことをちゃんと 見れてない。そういう切羽詰まった状況なんですよ。ご指導ありがとうございました。わざわざ言うんだ。律儀だね、あの男は。お、ええやつやん。コカ・コーラくれるなんて。ああ、ちゃんとお礼すんねん、アキくん。リチキー、こういうところいい。出た、この詩。なんか出てくる声優さん、全員良くない？味しかない。そうたり、蛇ですね。銃の悪魔に2万円払える。2万円で銃と弾がもらえる。安くない？2万円で。空気が変わった。バカだね。国民の安全のためです。ご協力お願いします。空気が凍ってる。空気が寒い、冷たい。強悪。ああ、うわ、マキマさん、うわ、マキマさん、敵だらけよ周りは。ああ、うわ、煙が、マキマさんの顔に煙が挑発されてんな。絶対マギマさん心の中でタバコ臭って思ってるやろな。あ、タバコ臭。何この人、タバコ臭。でもマギマさんはそれを表に出さへんようにしてる。ん？ん？なんだこれは。これはお金じゃありません。なんだろう。おじいちゃんおばあちゃん兄弟姉妹恋人奥さんの目です。目。わあ、この表現いいよね。あーいやーいや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 、あー怖い怖い、この女怖い怖い怖いよ。ヤクザよりもおっかねえことするよね、マッキマさん。うわー、この瞳殺しにかかってるやん。すっげえよね、マキマさんににらばれただけで鼻から血が出る。必要な悪というのは常に国家が首輪をつけて支配しているものです。ふぅ。恐ろしい女だぜ、マキマさんは。本当に恐ろしい。
デンジは俺が殺す。狙うはデンジ。そしてこちらが狙うは、ヘビたち、サムライソードの壊滅。コベニちゃん。もみあげマンっていう名前になってんねんや。気軽だね、この二人は。コベニちゃんが一番まともやわ。まともじゃないけどね、この女。まあでも残ってんのもこの4人やもんな。作戦はない。とりあえずビルで戦う。得意がこの4人しかおらんのか。やべえな、この4人にかかってるってことですな。神奈川県。神奈川県警に注意するべきことは何だ？四課の誰かが町に逃げたら、つまりテロリストではなく、神奈川県警に任されてるのはデンジたちが逃げ出した時のこと。やべえやつがまた出てきたぞ。サメの魔人。これも得意4回やもんな。短い相方なら悪魔の姿になれる。サメの魔人。そして続いて、暴力の魔人。あら、やった、いいね、この殴り。魔人でも強すぎるから仮面をつけてる。お嬢ちゃん、お嬢ちゃんは、いやー、雲の悪魔。こんなん街に出たら終わりやんな。感触で人を殺す。ゾンビが次々とやられてってる。天使の悪魔。天使ちゃん。人に敵意はないが近づくな。一番厄介な、寿命を吸い取られるって。そしてデンジとパワーちゃんたちも頑張ってますね。バンバン刀使っていってるやんな、アキくん。後ろにおるよ。わお、羽ガード。天使の羽。そうだね、メインはサムライソードとヘビ女ですからね。手分けして騒がす。まあ、侍ソードも狙いはデンジ君だからね。デンジ君と一緒に行動してたらいつかは巡り合うんちゃう？ピンポン。手分けして探してるわけですけれども、さて、アキ君が契約した未来の悪魔はこの戦いで活躍するのでしょう。はあ。
古文打ってきた。うわ、よけたね。いや、普通の人はよけへんよ。アキ君の身体能力高すぎ。人間相手に刀使わへんの、すごいね。すごいね。話？うん。ああ。うん？ああ、次々と倒れていく子分たち。うん？ああ？何があった？マキマさんに睨まれた時と同じような反応してるけど。さて、マキマさんが小屋から出てきたけど、この涼しげな表情、この女一体何をした？たどり着いたね。いや、ちょっと待って、この戦闘シーンはちょっと待って、だいぶ激アツじゃない？これは、うん、早速蛇吐き出し。まさかこれは姫の敗戦の、ああ、幽霊の悪魔を、ああ、戦うんよ、ここで。複雑な気持ちあるわな。今まで仲間やった幽霊の悪魔が。やっぱり未来の悪魔やからね。少し先の未来を見ながら戦ってるねんな、アキ君今。そりゃ動けるわけですわ。そりゃ銃を避けれるわけですわ。うう。見えるだけだけどね。そう。見えても避けれへんかったら意味ないねん。だから頑張れ、アキ君。あー、抑えられた。肋骨折れた。折れた。今のは折れた。間違いなく。幽霊の悪魔こんな強かってんや。そのまま血み殺せ。複雑。姫の先輩に殺されてるような感覚。意識が遠のく。終わりか。終わりか。さて、絶対絶命のピンチアキくんですが、あ、好きやわこのエンディング。この音好き。チッ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 。いいね、このカメラワーク。なんやろ、このアニメーションかつあのプロモーションの動きみたいなの使ってる？ごめん、よくわかってないけどかっこいい。Violence。 超バチ、超バチか、かっこいい。そうや、なんか聞いたことあるなって思った声やったら超バチやった。はい、ということで見終わりました。チェンソーマン第11話です。感想に行きたいと思います。頭のチャンネル。
ということで見終わりました。チェーンソーマン第11話でしたけれども、今回はサムライソードぶっ殺し作戦の開始回でしたね。仲間である第4課の新キャラたちも続々と登場して、ドンパチが始まっていった11話でした。来週で最終回か。未来最高。危ない危ない、私の中の未来の悪魔が出てしまって、一足早めに次回のチェーンソーマンの未来を見てしまいました。危ない危ない。ということで次回も楽しみに見ていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。やー。